はーい、リビング鹿児島で鹿児島ドライブ、今回もよろしくお願いします。今回もよろしくします、よろしくお願いしますって言って今日が初めてなんですけど、いやね、さっきね、こうリビング新聞を見ながら、あ、リビング新聞っていうのはね、あれです、リビング鹿児島。それでね、あ、今日ですか、今日はね、2024年のね、1月26日なんだけど、この今私がですね、見てる、リビング鹿児島はですね、明日の日付になってます。あ、そうだ、今ね、見たけど、これね、あ、この、あ、ダブってもいいな、ダブってもいいかって別動画だからにしますけど、女性のための地域生活情報施設になってるんですよ。それで、配布部数、これがね、27万1516部。これはすごいと思う。そして、今日が27日で、次回発行はね、2月の3日ってなってる。1週間に1回発行されるってことけ。すごいな。いやいや、知りませんでした。で、これはですね、もうずっとうちのポストに、さっきの動画でも歌いましたけど、Hey, please, Mr. Postman, Way, hey, hey, please, トゥルルルルル。すいませんね、朝から。あ、今日は早いですよ。今ね、10時4分ですよ。ああ、2024年のね、1月の26日ですよ。だからこの新聞4日、ひして早いわけですけどもね。でもこのね、あれの、記事に入りますけど、20ページあった。20ページ。ちょっと待ってね。あれですよ。今、朝飯はさっき食ったぐらい、1時間ぐらい前ですね。ほんで、ちょっと待ってね、生姜、お湯、砂糖入りをちょっと飲みますかね。で、さっきパラパラっと見たんですけど、もう本当情報たっぷりですよ。ふるさとたっぷり MBC ってのがありますけど、これも本当だ。どういうのがあるかというとですね、これリビング鹿児島さんの宣伝を兼ねて言いますけど、1ページ目がですね、守りたい子どもの居場所ってやつですよ。いや、これは詳しいわ、記事が。不登校とは、とはですね、学校に行きたくない子どもの不登校、親はどうするとかありますよ。それでここにですね、鹿児島市の不登校児童生徒数の推移っていうのがあって、やっぱり右肩上がりですよ。コロナ感染から特にね、一段高くなってね。ほんで、1ページにあるのがね、これはやっぱりね、掲載料っていうのも高いでしょうから、皆さんには見えないかもしれないけど、あれはですね、健康家族ですよ。健康家族のですね、家族みんなで楽しめる絶品カレー。絶品カレー。いや、声がおかしいでしょう。いや、これはね、もうしょうがない。もう付き合っていきます。はい、神様からいただいたですね、油紙声ですよ。油紙がですね、喉にね、這いついたまま。こういう時は言うんですよ、神様にですね。あ、神様って名前使いま、使う。皆さんに分かりやすいように、こういう、あれにして、上を見るでしょう。右ね、皆さんのほら、手をちょっと、ま、あ、こっからも桜島が見えるんだ、ほら。ここはどこけ？ちょっと待ってくださいね。ここはどこけ？いや、さっき早送りでバーって編集したんだけど、高原桜島が正面に見える。あ、あそこけ？坂本け？ちょっと待ってくださいね。いやいや、久しぶり見た。
ですよですよ、芸場の坂から上がってきたんじゃないっけ、あれここで止まってる、あいやここはあれあのいやこういうとこは大体あれ編集するんですよ、パッて切るんだけど切らんで終わった、ですよですよ、ほらいやこの道をね通った人はねここ辺りに住む方でないとわからんかも、ですよですよ、昔からのあれでしょうね、あの住宅ですよね、この石垣を見ればわかりますもんね、だから住宅地として開発されたんじゃなくてもともと住んでらっしゃった方のあれかもしれませんね、カメラないやろかい、こうカクカクカクって言うけど、いやこういうところにもね、あれですよ、おまかせテレビのカメラとね、それからカメラをどういうふうにつけていたかっていうのは分かりますね、ここはですね、右の方があのドルフィンポアト地んですよね、ないか工事かないかしてましたかね、まあはい、こうドルフィンポアト地はもういいですが、いやあの話を変えますね、いや元に戻します、健康を家族っていうとですね、私にはですねあのニンニクですよ、ニンニク、卵黄ニンニクかな、あれで健康家族イコールあのニンニク家族系、健康家族かあれだったんだけど、カレーなんかも作ってらっしゃるんですね、600円、お一人様3袋まで600円、あ特別価格なんだ、なんかですね本格オーフビーフカレーっていうんですかね、向こうの向こうというかヨーロッパ風のあれなんでしょうね、黒ニンニクエキス入り、へえ。ちょっと待ってくださいね、2ページ目、あこれは詳しく書いてあるわ、あのね選択できる学びの場を増やそう、遊び学び癒しで社会へつながるエネルギー補充を、 HSC 気質を持つ子どもに特化した小規模の学校とかね、フリースクールとかね、あのほら私あの映像をずっとやってますよ、で映像はですねもうここもそうですけどスーってもう通り過ぎるだけなんですよ、通り過ぎるだけでも、この文字情報っていうのはこう、読み返せますもんね、でわからないところがあったらそれを今私はよくしますけど YouTube で調べたりですよ、友達に聞いたり、あよこえんこえん書いちゃったけどあんたないっけ、ちょっと待って、ここは日吉町じゃないですかね、ですよここはね編集した時ね、そうそうかねてはこういうつなぎ方はしないんだけど、この前かな、なんか日吉、自分がこう日吉に住んでらっしゃった方からのこうコメントをいただいてですね、お会いした時に大体私は日吉をここ大体まっすぐ向こうからこっちに行ってやれだったんですけどもね、この日はもうこれは3号線ですよね、東地区に行くところじゃないけ、いや大体わかりますよ、わかるようになりました、はいまたこっちのあれにしますね、例えば HSC 気質っていうのは何だろうかなと思って、あそうだ、あもうここはあの予告編みたいに言いますけど、もう私のあれを聞かんじんです、喋りは聞かないでこう横を見てる方がいいですよ、これからですねあの桜の名所ないっけ、に行く、結構そこの桜の名所の近くまでこのままずっと走るはずですよ、いいですか、
それでリビング鹿児島に戻りますね。おいでね、あ、コマーシャルに出してるところあれしようか、フラットセブンセレクト東海っていうのが出てます。これはですね、声がちょっと下を向くといけないな。国産オールメーカーの新車で、マイカーリース頭金ゼロ、新車月々8800円からって書いてありますね。でそのと横がね、2ページですよ。これはチケット好評発売中、島次郎と森の機関車っていうのかな、これ。いやいや、いっぱい、要するにあのテレビ番組でいうローカルニュースでほらいろんなの立ち上げますよ。これね、1月の30日から、あ、これは3ページ目です。自然とつながるアジアのアート展っていうのがあって、ヨカトコ町、鹿児島町巡りイベント編っていうのがあってですね、2月10日にはアートワークショップを実施って書いてあります。枕崎だ、目の、枕崎、頭は坊のつって、私が何冊の歌で作ったんだけど、枕崎、いや枕崎の方なんかにもねお世話になってますよ。マスターですね。はい、あん頃ね枕崎弁をねマスターすればよかったんだけど、その頃はあのお仕事ですよ、お仕事でこう行くもんだから、そんなほらあれはないんですよ、会話っていうかね、もう事務的なあれですから。でその中で、たまにその枕崎の会社なんかに行ってる時に、そこの奥さんとか社長の奥さんとかね、事務員さんとか、中には社長さん自身がですよ、ちょっとこうなけ枕崎名前でですね言われるんですよ。もうそういう気持ちが良くてですね、でたまに、おばあちゃんっていうんですかね、その人なんかがこう出てくると、そこの奥さんとか社長なんかがですね、本物のでしょうね、あれでなんとかなんとか入れたのかやっていていいなとか言われるともね、そこはね聞き耳を立てるつんじゃなくてですね、子守歌っていうんですかね、本当気持ちがいいんですよ。で、あのそういう あれがあったんだけど、まさかねこの鹿児島弁とか枕崎弁が、そういうところの要するに鹿児島県のあちこちに残る、いやあれですよ、方言はですね、もう全く違う、全く違う。ここは左は、あ、ここは左は鶴丸高校ですね。ですから、そういうふうに壊滅状態になるとは思ってなかったんですよね。分かってたら私はそこで、テープレコーダーを持ってましたから、社長すいませんけど、社長とお母さんが、話をしているところをこれに撮らせてもらえませんかって言ってましたよ、絶対ね。ここはです、あ、ちょっと待ってください、ここはね、すっからすぐに出てくる移住院ですよ。ほんで、ここ、あ、ここあれですよ、大迫勇也選手ですよ、サッカーの。大迫勇也選手は、ここの中学校のですね、を出られたですよ。すぐ、ちょっと待ってくださいね。いや、右から車が出てくれば、運転のあれになってくるけど。育英館って書いてありますよ。あら、見えた、あの消えたですね。育英館中学校から、上星かな、に行かれたんじゃないですかね。ここですか、ここはね、
吹き上げですよ。吹き上げの薩摩湖から来たところ自分が撮った動画に見とれてどうするってなるけど、いやいいですよ、こうしてみるとね、映像が次々にこう切り替わるところがいいと思いますよ。はい、こっちに移りますね。ほんでね、3ページ目、ここはね、下の方にね、恵方巻き、えほ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 えってなって、丸屋ガーデンズ、丸屋ガーデンズも出してるんですね、コマーシャル。ほんで、あ、ここはなんとかの池だけどね、こう通り過ぎるだけになりましたね。ほいでですね、ちょっと待ってよ、あ、さっきあれだった、言わないかんな、ローカルニュースなんかでよくこう新規の店とかですね、こういう、イベントがありますよっていうのを取り上げるんですけど、長くて3分なんです。長くて3分、あ、ここ春なんだ、いいですねまた自分の動画にいいですねちょっと。ほいで、あ、ちょっと待ってね、いやいや、もうこれがね、あれですからね、もうすみません、4ページに行きます。あ、ここはね、4ページ目、あ、すみません、ちょっと前の動画に行きます。これはね、あれですよ、なんとか行き、もう言いません、いや、ここは歩き取りしたことありますよ、まだもう一度下が出てきます。ここはね、エルナビって黙ってですね、買える、使える、お得な情報、リビング鹿児島。案外こういうところがいいんじゃないっけ。土地やね、穴吹不動産なんかも出してるんだ。それとか、水回りの清掃とかですね、ほら、いいでしょう、今年のね、はここもガンガン走りますからね、いいでしょう、ほら、ここ、しょめ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 、ビデオスライドでちょこっと撮ったんですよ。で、それをあのリスナーさんの、おはよう56さんが、私が撮ったビデオスライダーの絵を見て、その自分が買われたのかな、のそのビデオスライダーよりも性能がいいっていう、あれを言われて、でありがとうございますってこう聞いたら、鹿児島の方だったんです。鹿児島の方、そしてその方は、私はビデオスライダーをずーっとやってましたけど、その方はステディカムって言って、ジンバルみたいなやつです。ほんで9年前かぐらいに、もうほぼ完成の域に達してらっしゃる。いや、本当にですよ、ひっくり返りましたもん、私は。ほんで、そのあれを見たら、9年前に僕、私がその動画を見ていたら、私はビデオスライダーじゃなくて、その、スタビライザーの方に行ってた。いや、もうね、もうほぼ完璧。ちょっと待ってね、ちょっと今何分撮ったか、ちょっと待ってね。お、ちょうど、なんかあれですね、体内時計っていうのがあるんですかね。いや、あの、何分撮ったかわからないんですよ。いや、動画をどこまで、しようっていうあれもなくて、喋ったらもう大体19分ぐらいだったです。あ、ここですか。ここはね、次元寺通り。ですよ。まあ、すいません、そういうことで、リビング鹿児島にはあんまり触れられなかったんですけどもね、このリビング鹿児島を使って、いや、最新の鹿児島情報ですもん。あ、そういうことですね。この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。